どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左利きのエレン、ブラパトなどを連載しております。左利きのエレンのセリフ解説シリーズということで、ここ何回かやってるんですけども、まあ、ありがたいことに私の漫画、まあ、左利きのエレンなどは特にそのセリフを、取り上げて語ってもらうことが多いので、まあ、どういう思いで書いたのかっていうのをちょっと自分で解説して、皆さんにシェアしようかなと思っているシリーズでございます。今日取り上げたいのはちょっとそのこのセリフっていうか、一つのシーンなんですけど、ナタリー・ルッソっていうモデルのエピソードなんですが、たまにいるのよね、努力の基準が飛んでる連中。まあ、セリフとしてはここなんですけど、ここ結構そのいろんな思いが詰まってるエピソードになるので、ちょっと解説してみようと思います。最後までぜひご覧ください。よろしくお願いします。どういうシーンだったかっていうのをちょっと振り返りますが、まあ、ナタリー・ルッソっていう、ナタリーっていう、まあ、モデルのキャラクターがいるんですけど、その彼女の評価ですね、周りからの評価の、セリフです。で、まあ、彼女どういうキャラクターかというと、まあ、まだ若い、モデルなんですが、結構その、まあ、キャリア的には結構売れて、かなりその世界的にも評価されているっていうキャラクターなんですが、モデルになりたての頃は全然違うキャラだったと。で、いかに自分が努力してきたかっていうのをすごいアピールするタイプで、そう言われてたんですけど、まあ、ある日変わったと。で、どう変わったかというと、毎日2時間ジムで汗を流すことが立派な努力だと捉える人もいれば、それが日常だと捉える人もいる。人の何倍も努力しているのに当たり前だと思っている。むしろ自分たちは努力してない。成長したのは一重に才能だと思ってる。で、そのに対する、まあ、総評が例のセリフなんですが、たまにいるのよね、努力の基準が飛んでる連中。で、このセリフどういう時に思ったかっていうと、その結構これ逆説的で、その僕なんかはその頑張れないことが本当に頑張れないんですよ。まあ、ジムとかもね、結構何回も契約して何回も解約してるんですけど、本当に続かなくて、で、逆にその漫画は描き続けられるっていうか、まあ漫画家だからそれ当たり前なんですけど、その特にその僕がやってるインディーズ漫画なんかは、まあ結構その今でこそその何でしょう、そのちゃんと読者もいるし、そのまあちょっと結果がついてきてる状況ではあるんですが、ちょっと冷静に考えてほしいんですけど、その僕会社辞めて漫画書き始めた時、読まれた回数 PV 数に応じて原稿料がこう振り込まれるってシステムだったんですけど、ちょっと戒めのために、初心を忘れないためにずっと覚えてるんですけど、その最初の金額、僕最初月収5000円から始めてるんですよ、漫画家生活を。月収5000円でまあ、その後もちろんこう上がっていくんですけど、その続けたのすごくないですか。なんかその普通なんか儲かるから続けようとかなんかなるじゃないですか。最初5000円で普通辞めると思うんですよね。っていうか会社辞めないと思うんですよね。脱サラしないと思うんですよね。なんかまあ自画自賛みたいであれですけど、そのなんかそんなに全然評価されてないのに続けられたっていうのが結構そのでかくて、で続けてたらそのやっぱり結果もついてくるし、そのまあ成長もするし、結構それで困っちゃう質問が、そのどうしたらそんなにその下向きに結果がまだついてこない状態で頑張れたんですかってこう聞かれた時に、その結構困るんですけど、そのそれはね、僕の性格がそのタフだったとかそういうことじゃなくて、なんか人それぞれこれは大変なことだって思わないカテゴリーが存在するんだって気づいたんですよ。なんかちょっともう少し分かりやすく説明すると、僕はジムに通って筋トレをするという行為がめちゃくちゃハードル高いんです。毎日9時半に同じ場所に出社してタイムカードピッてやるのもものすごくハードル高かった。すっごい大変だった。毎日それだけで褒めてほしかったし、
あの多分人によって そのほとんどの人はその朝9時半にタイムカードを押すことと、毎日木曜日にあの20ページぐらいの漫画原稿を仕上げるだったら絶対に漫画原稿の方が大変だと思うんですよ、労力的には。だけど全然苦じゃなかったんですよ。だからなんかそので、本当にその人それぞれそれがバグってるポイントがあるんですよね。僕はその漫画に対するモチベーション捉え方がバグってたんですよ。まあ不感症というかその辛いことを感じないカテゴリーとして漫画があった。で多分本当にすごい体鍛えてもうそれが楽しくてしょうがないって人はその筋トレっていう項目においてバグってると思うんですよね。なんかこのバグを見つけることがいわゆるその天才への道だと思うんですよね。多分なんか大谷翔平がその毎日野球の練習するの辛いと思ってたら絶対に無理じゃないですか。なんかそうここだけ切り抜くとすごいきついこと言ってるように聞こえるかもしれないですけど、その漫画のアドバイスとかで読み切りが仕上げられませんとか60ページの読み切りを書こうと思ってもなんか1年間経っても完成しません、どうしたらいいですかみたいなことを聞かれた時に完成できないんだったらちょっときついのかもと思っちゃうんですよね。そのなんだろうな、その負荷がかかってるんだったらもしかしたら続かないかもしれないと思っちゃう。だからその結構その旗から見てその本人は負荷と感じなかったとしてもその旗から見たら尋常じゃない努力量、作業量、熱量なわけじゃないですか。そのいわゆるその人角の人たちって大谷翔平と同じメニューをこなしてくださいって言われたらほとんどの人は無理だと思うんですよ。その野球が結果うまいとか漫画が結果面白いとかは一旦置いといて同じことができるかっていう尺度でまず見て、できないんだったらそもそもあなたにとってそれはバグってないカテゴリーなんですよ。つまりちゃんと大変と思っちゃう。なんか それはなんか人それぞれゼロにはなんないかもしれないけど大変さってその人それぞれその数値って違うんですよね。だから僕その運動で言うと歩くのは本当に大丈夫なんですよ。まあ歩いたからってそんなに痩せないんですけど、その1日1時間歩いててまあ最低でも1万歩歩くみたいなことを習慣化してるんですけど、1万歩歩くのは何の苦じゃないんですよ。普通に考え事しながら散歩して散歩気持ちいいって終わるんで。でも人によってはその散歩1万歩するのつまんない、結構大変っていう人もいるだろうし、だったらジムで15分ぐわーってやった方が楽って、なんかそういうことだと思うんですよね。人によって結構その負荷の感じ方って違うと思うんです。頑張ることは大事なんですが、俺はこんなに頑張ってる、辛い思いしてるって思ってるうちは負荷を感じちゃってるよねっていう、まあこれが漫画で描いたその努力の基準が飛んでる連中っていう話です。でこれってだからその何が言いたいかっていうと、そのキャラクターのナタリー・ルッソーがその天才だったおしまいっていう話ではなく、その人によってそのなんかバグってる領域って何かしらある気がしてて、だからそれがもうシンプルに勉強の人もいるだろうし、俺なんかその机に向き合ってその受験勉強するのすごい苦手だったけど、そのそれがうちの姉ちゃんとかはそれが全く苦じゃなかったタイプでずっと机に座って勉強してたんですよね。で結果いい大学行っていい就職先行ってっていう。だって努力を感じない人間とさ、そのカテゴリーで勝負できます？ちょっと漫画に登場させたセリフかは忘れちゃったけど、僕が結構口癖のように言う言葉があって、その誰に頼まれたわけでもなく頑張るっていうのをすごい大事にしてるんですよ。なんかその誰かにやれって言われたことって結構限界があって、誰にもやれって言われてないし誰にも求められてるかもわからない、ニーズがあるかもわからない、でもやりたいからやるっていう、なんかそういうことでしか人は突き抜けられないんじゃないかと思ったんですよね。やっぱり僕だってその広告業界に行きたくて代理店入ってデザイン勉強して美大行ってってすげえ頑張って行ったけど、結構広告代理店勤務つらかったっすもん。やっぱほんと好きこそものの上手なれとかさ、そのやっぱ昔の格言って本当によくできてて、いろんな多分検証がされて生き残ってるから格言として今
あるんだと思うんですけど、やっぱ結論としてやっぱりそのもうこんなに頑張ってるのにとか頑張んなきゃっていう時はそのエネルギー効率が悪いんではなかろうかと思った。普通の人がこれは大変だぞって感じるのが10だとしたら、僕にとっての漫画は多分 0.2 とかなんですよね。まあそれはなんかすごい長時間やってる肩痛いとかさ、ちょっとはあるけど、でも普通の人ってなんか自分が特別って意味じゃなくて、その漫画家じゃない人からすると漫画描くのすっげえ大変だと思うんですよ。だ そこのなんかエネルギー効率の良さっていうのはすごい大事で、やりたいかやりたくないか、あのその職業に就きたいかどうかの熱量よりもそこの感じるか感じないかが結構大事な気がして、僕が YouTube 続けられてるのも YouTube はただ喋ってるだけなんで、で喋るのは好きなんで、なんか別にチャンネル登録者数がなんか何万とかいかなくてもなんか続けられてるっていうのがあって、10頑張って10の結果の人と10頑張ってさ3000の人とかいるわけよ、その頑張りで比べるとね。そしたら勝てんよな。だからなんかそのすごい結果出してる人と比べた時に、なんかあの人は私の何倍頑張ってるとか思うんじゃなくて、もしかしたらあの人は私と同じぐらい、もっと言うと私より頑張ってないかもしれない、だけどエネルギー効率が違うのかもしれないっていう風に僕なんかはその結構見てたりします。その上でその漫画ではその先の話が語られてるんですが、まあその九段のそのナタリー・ルッソの自らのセリフなんですが、人生のテーマは省エネ、好きな言葉はラッキー、キーラ私ね、私は今日頑張るよっていうセリフで、まああのまあライバルとの対決が幕を開けるっていう、シーンなんですが、そういう人がエネルギー効率が異常にいい人が頑張るって決めた時に凄まじい結果になるっていう、だから普通の常人の1000分の1の感じ方だとしたら、常人と同じレベル頑張った時に1000倍のパフォーマンスが出るっていう風にまあ考えられるじゃないですか。なんかそういう人たちがやっぱ天才なんだなって僕は思ってて、なんかね、天才を見た時に天才より1000分の1しか頑張れてないとか思って苦労しない方がいいと思うんですよ。僕は天才を見た時に、あの人は俺の1000倍頑張ってるとかじゃなくて、あの人は俺の1000分の1しかエネルギー効率がそのなんだ高い低い、なんかコストが低いんだっていう風に思うようにしてて、そうすると結構気持ち楽になります。まあだからちょっと今後のテーマというか自分の個人的なそのちょっとあの興味事で言うと、その、努力というコストは努力で変えられるのかっていうのはちょっと今の興味事ではありますね。まあ今38歳なんで年もあるなとかやっぱどっちかっていうと、いかに頑張らずに結果出すかの方を考えなきゃいけない時期だよなとか、まあいろいろそういうことも考えております。なのでちょっと今日の話はあの結果的にその努力のエネルギー効率みたいな話に落ち着きましたが、いかがだったでしょうか。まあ、こんな感じで、YouTube は結果が伴わなくても結構努力できる、あの頑張り継続できる、領域なので、これからもちょっと粛々と続けていきたいなと思っております。面白かったらチャンネル登録、グッドボタンなどぜひよろしくお願いします。またこういうことやってとか、このセリフについて深掘りしてとか、もしリクエストあったらコメント欄にください。それではありがとうございました。